矢口豊は国際小党館空手道連盟山学習地域のチーフインストラクター及び会長。彼は1932年に日本の広島で生まれ、1952年に空手の訓練を始めた。その後、初段位黒帯は船越義珍師範2段くらいから8段位の黒帯は中山正俊の下でテストを行った。1959年日本。 空手道教会インストラクター養成プログラムの最初の卒業生の一人として、彼はやか空手の発展と小灯感空手の国際化において重要な役割を果たしてきた。矢口は1965年6月5日に最初にアメリカに到着し、現在までアメリカ在住。1974年には山岳州地域の地域本部である、 コロラド州のイスクフを設立。本雑誌記事、マインドボディー、ライクブレット P1 から4、マインドボディー、ライクブレット P10、マインドボディー、ライクブレット P78、ピコ、標高1600メートル、アメリカ在住空手女子のブログ、力心一図、矢口豊師範の本、ついに出版。標高1600メートル、アメリカ在住空手女子のブログ、 2020年9月7日閲覧、ありがとうございます。